米女子ゴルフツアー、ロッテ選手権初日12日、日本時間13日、米ハワイホワカレイ CC、パー72、6303ヤード、パー72賞金総額、200万ドル、約2億7000円優勝賞金、30万ドル。前年2位の渋野ひな子、24、サントリーは6バーディー、1トリプルボギーの69で回り、3アンダーでホールアウトした。この時点で3位。 渋野ひな子はいつも初日にこけてしまうので今日は集中してやらなきゃと思っていた。いいスタート切れ安定してゴルフができていたが1ホールでずっこけてしまいすごくそこはショックだったと苦笑いを浮かべながら振り返った。それでも強風が吹きつける中で奮闘。10番パー4からスタートしいきなりバーディーを奪った。さらに1つスコアを伸ばした後18番パー5から4連続バーディーをマーク。 単独首位に浮上したが、6番パー4の第1打が池に入ってしまい、トリプルボギーと交代した。この日のパーオン率は83.3%だった。パーオン率も高い方ではあった。ロングパットが残ってしまっても仕方がないという考えで打てた。グリーンも大きく見れていたし、ショットに関してもいいところも多かったかなと思うと、手応えをつかんだ様子だった。第2日以降に向けて、明日もかなり風は吹くと思う。 しっかり集中して、しっかり4日間できればと気持ちを入れ直した。4連続バーディ後にかなりショックないけどちゃ、プラスん渋野日向子は波乱万丈ラウンドも3位。出だしの10番をバーディとして飛び出した渋野日向子が中盤で圧巻の4連続バーディ。2位に2打差をつける首位を回想していたが、後半の6番で落とし穴が待っていた。 ティからは池越えで右サイドにこの池が広がる難易度の高いホールでティショットを池に入れてしまう。ティから3打目を放つとこれが左が増え、4打ち目はグリーン右奥に行き5打目のアプローチは乗らず、6音1パットでトリプルボギーを叩いた。途中までは良かったけどトリプルボギー打ってしまってかなりショックでした。会長に飛ばしていただけにもったいないホールとなってしまった。 それでも、ホールアウト時点で3アンダー3位タイと高一はキープ。3メートル以内のチャンスも多かったので、それをものにできたのは良かったと、6バーディーには納得顔だ。昨年も優勝争いの末に2位に入っている大会で、相性はいい。2日目も上位争いをキープして、週末へ向かいたい。高発進の渋野日向子6番トリプルボギー反省、1ホールでずっこけてしまった、米女子ゴルフロッペ選手権、第1日。 強風の中、高スコアをマークした。ラウンド後には、ワウワウのインタビューに答え、ティーショットを池に入れて、トリプルボギーを叩いた、6番のプレーを反省していた。今日のラウンドを振り返って、初日いつもこけてしまうので、風もあるので、集中してやらなきゃと思っていた中で、いいスタートが切れましたし、その後もすごく安定してゴルフはできてたんですけど、1ホールで突っこけてしまったので、そこはすごくショックではあります。 風が強い中、しっかり縦距離を合わせてチャンスを作っていたように見えた。パーオン率も高い方ではありましたし、ロングパッドが残ってしまっても仕方ないという考えで打てていた分、大きくグリーンも見れていましたし、ショットに関してもすごくいいところも多かったかなと感じました。18番はセカンドを果敢に攻めて、そこから4連続バーディーとチャージかかったように見えた。 いいところにつくことが多かったので2メートル弱ぐらいのパットをしっかり決めることができてすごく良かったかなと思いますウエッジでもすごくチャンスを作っていたように見えた3番とかはチャンスをものにできましたしそれ以外も長いクラブでしっかりチャンスにつけることができたのはすごく良かったですしアゲンストもプラス20ヤードとかする中で転がらない分ピンをデッドに攻めていけることをチャンスと考えてやれていたのが良かったのかなと思います フォローは止まらないのでそこは割り切ってやっててやた分かなと思いますいいスタートを切った。明日はどんなラウンドにしたいか。明日もかなり風が吹くと思うので、しっかり集中して4日間できるように頑張りたいと思います。渋野ひな子がジャパン入り決定。畑岡古江誘うと女子ゴルフ国別対抗戦に出場。日本は米ツアー優勝経験者の4人に。 5月に開催される女子ゴルフの国別対抗戦、ハンファ・ライフ・プラス・インターナショナル・クラウン。5月4から7日、カリフォルニア州 TPC ・ハーディング・パークに出場する8カ国、米国、日本、韓国、スウェーデン、イングランド、タイ、オーストラリア、中国のメンバーが最終決定した。4月3日付の世界ランキングで決定した。 各国4人の有資格者の中から、米女子プロゴルフ協会 LPGA が7日までに出場可費を確認し、11日に出場選手のリストを更新した。日本チームは、畑岡奈紗、古江彩香、佐藤優香の3人は出場の意思を表明していたが、3番手の山下美優と辞典の西藤真央が国内メジャーのワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップを優先して、出場を辞退。 そこから渋野の雛子に出場権が降りてきた。これで日本は米ツアーを主戦場にする4人の出場が確定したが、いずれも米ツアーで優勝経験がある夫人で大会制覇への期待が高まる。日本のライバルとなる韓国は元世界1位の子チンヨンをはじめ、米ツアー通算5勝のキム・ヒョージュ、米ツアー通算4勝のうちメジャー制覇3回のチョン・インジ、米ツアー2年目のチェイ・ヘジンに決まった。 2021-22年韓国ツアーで2年連続賞金女王のパク・ミンジ世界ランキング22位が辞退し、次点のチェイ・ヘジンの出場が決まった。また、中国チームの有資格者で日本ツアーを主戦場にする森田遥と関ユーティンは出場を辞退している。昨年2位の渋野ひな子ら最終調整米女子ゴルフロッテ選手権前に、 エアビーチ、米ハワイ州共同、米女子ゴルフのロッテ選手権開幕を翌日に控えた11日、渋野日な子らが会場の米ハワイ州エアビーチホワカレイ CC でプロアマ戦に出場し、最終調整した。昨年は2位となった大会に帰ってくることができて嬉しい。コースを思い出しながら回ったと、笑顔で話した。会場は海が近く、強風への対応が鍵を握る。 風との戦いというか、友達にならないといけないと警戒した。次週はメジャーのシェブロン選手権。勢いをつけて臨むためにも4日間戦うことが大事。悔いが残らないようなプレーをしたいと表情を引き締めた。日本勢は旗岡奈紗、古江彩香、勝つ南原恵里からも出場する。